はい、こんにちは。日本改革党靴沢でーす。近藤辰幸様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。1本で1日分のビタミン D とカルシウムが取れる常和なんですけれども、あとは乳酸菌、白田株って、書いてあるな。私は腹弱いんでちょっと治したいなと思って最近飲み始めたんですけれども、3回に1回ぐらいですね、突き刺すところ穴で囲ってあるんですけど、そこが強すぎてですね、ストローの方が負けるぐにゃってなっちゃう、ってイラッとします。皆様はそういうご経験ありませんでしょうか。ちょっと改善を要求したいな、これはな。山手線がなんと始発から昼過ぎまで、全線休止の大事件、内回りも外回りも、都内阿鼻叫喚、地下鉄めちゃ混み、タクシーもめちゃ混み、捕まらない、こんなこと今までなかったんじゃないですか。長い国鉄の歴史の中でも、山手線がそんなね半日止まっちゃうなんてなかったんじゃないですか。大崎駅の信号装置不調の復旧に手間取っているって発表ありましたけれども、ネットではですね、テロでは、破壊工作ではっていう意見が多かったであります。2チャンネル、うわーこれガチやばいじゃん、でもお前働いてないじゃんっていう、これは2ちゃんのお約束ですね。でもお前部屋から出ないじゃんっていうパターンもあります。大変だった方、お疲れ様でした。お気の毒様でございました。最新内閣支持率、毎日新聞調査、5月 45%、6月 33%、7月最新 28%、2ヶ月で 17% 下落。マイナ保険証のせいでは、5月が高かったのはサミット終わったばっかで、皆さん浮かれてたからみたいであります。読売5月 52%、6月 41%、7月最新 35%、 発足以来最低、マイナ保険証のせいでは。これ読売と毎日どっちが信じられないかっていうと、毎日の方ですね。なんか毎日のこの手の調査は下請け会社に頼むんですけれども、その下請け会社っていうのがですね、退職した毎日新聞社員3名ぐらいが細々とやってるようなところで、ちょっと数字の信憑性に疑問が持たれております。毎日も読売もマイナ保険証のせいではつってとが、まあちょっとメディアらしいな、談合してんなって思うところでね。世論、増税と物価高とスワップ再開やホワイト国復帰のせいだろう。増税持ち出したら下がるのは当たり前、韓国のレーダー照射を不問にしたのは許さない。女性の支持率くっそ下がったらしいぞ。男 32%、 女性 24% だって。LGBT のせいじゃない、あれは女性に全く得がないもん。物価高と社会保険料増税のせいだろうが、マイナ保険証のせいにしたいのがマスゴミと。マイナ保険証叩き、テレビでしつこいもんなーって。サミット直後はめっちゃ高かったのにな。解散の時期を見誤ったな。増税して経済成長した例はない。横の国に甘い顔するから。まあ、法則発動ってやつですかね、これ。法則、誰も逃れられない法則というのがありまして、関わると負けーっていう。パヨ久々の歓喜にですね、これ見たことがツボがーで、昨夜はずっとコメント速度が1位でありました。この支持率 28% っていうのね。中にはいまだにですね、安倍がーっていうのがいて、笑った覚えがあります。支持率低下の原因はですね、 LGBT やレーザー照射不問で、ホワイト復帰やスワップ再開であると認識されると嫌だ。テレビ新聞が連日マイナ保険証のせい言い立ててますけれども、テレビ新聞しか見てない岸田はそれを信じそうで怖いんだよね。マイナ保険証やっぱやめますとか言い出しそうで怖いんですよね。民主党内でですね、かつて野田総理おろしが始まりですね、俺が総理を降ろされるぐらいならば、やけくそで解散総選挙をしてですね、まあ、当然のように野党に転落したわけなんですけれども、岸田もですね、やけくそ解散とか
あるんでしょうかね、増税決めた後にですね、やーめたっつって放り出す可能性もありますね、なんだか。岸田総理の顔、なんかイラッとすんだよね。これ、私だけでしょうか。2023年3月末時点での NHK 連結資産総額が発表されておりました。こちらが資産の部のページであります。まあ、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、タイトルと金額だけね。土地、建物、機械、機器、車両などの不動産資産合計は6197億7100万円。現金、預金、有価証券、積立基金など、いつでも現金にできる流動資産合計が8064億5100万円。それらを合計した総資産額は1兆4246億2250万円と。連結決算ですから、これ NHK 本体と子会社、連結したやつね。鳥取県の年間歳出額が3558億円なんですけれども、それは、それは、1兆4246億。1兆、なんだそれ。皆さん1兆円ってなんかピンとこないかもしれないですけれども、毎日毎日、頑張って100万円使って、3000年かかるっちゅう、使い果たすのに。毎日毎日、100万円使って、使い果たすのに、3000年かかるっちゅうのが、1兆円ってお金ですね。皆様の受信料で儲けすぎ、溜め込みすぎなんでは。これもですね、独占をいいことに、受信料をぼったくり価格に設定しているおかげですね、これね。あとですね、未集金の損失っていうのも発見したんですけど、なんか時効が来ちゃって取り立て諦めたとか、そもそも契約者が亡くなっちゃって回収できなくなった、諦めたっていう滞納分が今年は101億円って書いてありました。毎年毎年101億円の特別損失を出してもですね、 NHK はびくともしない、受信料ぼったくり価格だからそれは。その上法人税も免除されてるし、もう怖いもんなしですね。6月27日開催の経営委員会で月額5、60万円もらえる NHK 年金の説明もありました。こちらのページなんですけれども、メール党員の皆様には画像とともに、送ります。じっくり読んでみたい方もメール党員になれば安心ですね。何が安心なんだか。そこで判明したことなんですけども、掛け金の半分を NHK が負担することを条件に、職員全員が加入。っていうことは、NHK の負担分は実質給与だよね。これ、給料多めに支払ってその分、全額お前ら払えよ。NHK 年金、独自年金。まあ、掛け金いくらなんだか、毎月いくら取られるんだか、わかんないですけれども、3月末時点の基金額は4159億円。これは NHK が運用してて自由自在になる金だが、連結資産には参入してないですね。なんか200億円去年より減っちゃいましたなんて報告がありました。これ株とかで運用してて、ロシア・ウクライナ戦争長引いて、あれなんですよねーなんて、手堅くやってんですけどねー、けど株価は去年より確実に上がってくから、なんか石油の先物とか小麦の先物とか手出してんじゃねえかっていう疑惑が生じますけれども、そんな1年間で200億円も損して涼しい顔してんじゃねえよみたいな話なんですけど、まあこれをですね、この4159億円をもう資産って考えると、参入した場合の NHK 連結総資産は1兆8405億2250万円と、鳥取県の年間歳出額が3558億円なんですけど、それは、あと警察庁予算3500億円ぐらいだったかな。海保の予算がですね、2400億ぐらいだったかな。1兆8405億円。これ毎日毎日100万円使っても5000年ぐらいかかりますね、使い果たすのにね。そんな大金持ち NHK さんの今夜のクローズアップ現代は、韓国で今イエスジャパン現象と呼ばれる日本ブームアニメ居酒屋が大流行、その真相は
だってイエスジャパン、ふざけんな世論、ふざけんな NHK、 すり寄ってきたぞー。かたや日本ではノー NHK 現象が永遠のブーム、反日と洋日を飽きることなく繰り返す、洋日すり寄りが本当に気持ちが悪いと。処理水放出した途端また反日運動、まあなんかのきっかけで目の色変えてノージャパンやるんでしょ。近寄るのキモいんで、節操がなくて嫌い。このアニメは好きだが日本人は嫌いってやつばっかだぞ。日本国民大半は韓国が嫌いやで、笑わせんなすぐノージャパンに戻るだろ。韓国政府、電通、NHK 案件ってだけ。昨日のですね、心臓ドクドク捧げようについて、連日すげえな NHK。毎日毎日完全に土地狂ってますな。事実と違うと日の世に叩かれるニュースと違ってですね、NHK にとってあの黒言は割と好きにあの変更できる、まああの自分の意見垂れ流しできる民放にとってのワイドショー的な位置づけなんでしょうかね。サンモニみたいなね。韓国政府、金がない、洋日だ、友好ムードを高めろ、 NHK 丘の下、まあこんなとこなんでしょうけどね。辻元清美とか福島瑞穂とか TBS といったガチ来たぜ、関西生コンなんか、はこういうのどう感じてんでしょうね。北朝鮮にとってね、あの日韓融和っていうのは好ましくないわけだし、協力してあの攻めてこられちゃたまんねえということで、なるべくなるべく日韓分断を頑張ってきたわけだし、一生懸命あの慰安婦だの徴用工だの騒いでるわけでね。あの水曜日に日本大使館の前であの集会してた連中、正義連っていうらしいんですけど、北朝鮮と非常に関わりが深い、と判明しておりますしね。日本が混乱し弱体すりゃ何でもいいのかな、北朝鮮の連中も。すり寄り肝は多かったけども、意外にもですね、ふざけんな NHK って投稿は少なかったですね。もう皆さんあの NHK はそんなまん、諦めてんですかね。10年前より影響力は相当落ちてるし、許さないけどね。 NHK なぜ不法滞在者がこんなひどい目に、不法だからじゃねっていうですね、正論にですね、もう騙せないって、不利を悟ったのか、共産党がですね、あの、不法滞在という言葉に変えて、非正規滞在という言葉を流行らせようってしてる模様であります。これ9条ですね、平和憲法なんつう言葉を流行らせようっつって、もう何十年もそう言い続けて、とうとうそれが定着しちゃったみたいなもんでしょうかね。しかも不法滞在を無罪にしろ、法治国家じゃありえないことを言い出しました。さすが一党独裁を目指すですね、共産主義者だな。法治って何って感じでしょうか。独裁政権は人治主義、もうその人次第でどうにでもなるっていうね。まあ恣意的運用っていうんですか。非正規滞在者正規化を、非正規滞在者を正規滞在者にするため正規化を考える会の提言を手渡しました。いつの間にできてんだ正規化を考える会なんて。なんだそれ。彼にとって日本は第二の母国、今更帰ると言われても帰れないと強調しました。うるせえよ、知らねえよ。根本的な解決のため正規化が必要だと語りました。これね、犯罪を犯しても無罪にしろっていう変なこと言ってますよ。相当変なこと言ってますよ。世論ですなどと意味不明な供述を繰り返しており、勝手に日本に来ておいて帰れないとかどこまで勝手なの。不法滞在者でええよ、言葉いじって印象を変えてくるのはパヨの得意芸。まず救済すべきは日本国民、共産党は外国人のための政党ですね。根本的解決のため非正規かっこ不法を正規かっこ合法にしろって言ってるみたいで、めちゃくちゃですねこれ。めちゃくちゃなんだその特性例みたいなのは、大恩赦みたいな、これ今いる刑務所にいる人は 全員釈放します。このぐらい変なこと言ってんですけど、分かってないんだろうな。勝手に来といて帰れないとか超迷惑、知らねえよそんな、知らねえよそんな、そんな感じだったら共産党が自分ちで面倒見れば、一般人には理解できない世まい事垂れ流してからですね、赤旗が無料お試しキャンペーン始めちゃうぐらいですね。部数不振でね、新聞赤旗、ここが魅力、どこが魅力。山梨40代の方からは、試読し内容の良さに久しぶりに感動を覚えました。
なんというか救われるような気持ちがしました。現在の大手紙はおかしいです。読む気もしません。赤旗を読むために1日100円ちょっとの節約頑張ります。金もーっていうね、電子版を試しにエール、救われた気持ち。しどくし内容の良さに久しぶりに感動を覚えました。救われるような気持ちがしました。赤旗の果たす役割はますます重要になってきていることは言うまでもありません。どこで言われてんのそれ。誰が言ってるの。赤旗がなくなることは縮小になることは私自身の生活を苦しめることになります。1日100円ちょっとの節約頑張りますなどの声も、頭おかしいですね。頭がおかしい、狂ってます。救われたって宗教かよ。全国で551人が無料キャンペーンに申し込んできた。全国で、でも購読数は減ってるんだろう。寿命には勝てないからな。赤旗読者は公安に記録される。この人らには何が見えているんだろう。現在の大手紙はおかしいです。読む気もしません。ガチな連中には朝日でも生ぬるいのか。慰安婦捏造で誤ったことが不満で東京新聞に乗り換えた赤もいたって。元東京新聞の人がこれバラしてましたね。その頃にあの部数が東京新聞増えて、他の新聞右肩下がりなのになんでうちだけがって疑問に思ってたら、その朝日があの生ぬるい、赤くないっていうことで、気に入らないっつって東京新聞に乗り換えちゃって、東京新聞はますます自信を深めちゃってですね、よしこのままパヨ、パヨ、パヨ路線を維持するぞって頑張っちゃったんで、試験なんですけど、この赤旗読んで救われた山梨県40代女性実在するんですかね。存在しない音が聞こえたり存在しないものが見えたりは統合失調症って病気ですよ。昔はあの精神分裂病って呼んでましたけれども、ちょっとあの聞こえが悪いっていうことで統合失調症になりましたけど、時代によってはですね、まあ古い時代はUFO から指令が来ているとかですね、脳を電波ジャックされた、ラジオの電波に、混ぜて送ってくんだみたいな、あいつを殴れと命令された、とあるカルトに付きまとわれている、携帯の 5G で洗脳される、ハッキングされるのでスマホが使えない、赤旗読んで救われた。これも追加ですねこれね。赤旗重要なのは言うまでもない。これも追加ですね。基地外要素マシマシの共産党にですね、維新馬場幹事長、日本からなくなったらいい政党、言ってることが世の中ではありえないと言ってしまいました。世論であります。立憲社民令和も追加で、公明党もな、共産党を支持するのは国民でなくて人民、今時共産党員やってる生き恥。炎天下に高齢の党員駅出しさせてるのは虐待ではないか。自民党がトルクリダウンは起きなかったので、これからは格差を是正していきますって言ってんだから、共産党の出番ないよ。野党第一党が見えてきたから最近おらついてんな。共産党をいじるのがタブーの時代は終わったな。日本からなくなったらいいだなんて馬場さん優しい。私豊島区議会で共産党は危険だ、滅ぼすべきだって言っちゃったもんね。で47年ぶりの懲罰委員会開催と、続けてですね、共産党さんもいいですよ、靴沢が危険だ滅ぼすべきだと思ったらかかってこいやみたいなこと言っちゃって、まあ言ってることがありえない。日米安保破棄であるとか自衛隊解体あたりを指してるんですかね。私が一番許せないのは当然に皇室打倒を掲げていることです。共産党は帝に逆らう者、この日のもとに居場所なし、バーイ源頼朝の朝敵ですよ、朝敵。日本は朝古体である皇室の分家である我々はですね、共産党を排除殲滅しないといけません。分家として、今後も機会を逃さず共産党弱体化を目指します。私は、というわけでメール党員になってください。つべのですね、広告料がだいぶ相場が下がっております。再生数は
あの大した変わんねえのにググンと下がってですね、なんでだろうなー、まあ、いっちゃうなー、まあ、3月とか12月は代わりにいいんですけれどもね、よろしくお願いします。メール党員さんになってください。デトックスジャパン。